はいそれでは固有空間の次元がですね固有値の重複度以下になるということを確認していきましょうまず三角化定理の復習からしておきますね三角化定理というのは2の n 次正方行列 a に対して何かあるユニタリー行列があって uinbaseau が上半三角行列にできるというものでした はい、でここでまあ使うのは三角化できるということだけなので、まあ、ユニタリー行列ということは今の場合は忘れて結構です。とにかく三角化はできるということですね。それから A と B が相似もしくは協約とも言いますけれども要するに B が P インバース AP となると規定を取り替えるとお互いに表現行列になると A の表す一時変換を別の規定で見ると B になるというような関係ですね。 この時は FAX と FBX つまり固有多項式が一致するとですから固有値や重複度は全く一致するということを思い出しておきましょうそれではまあ主張ですけれども V ラムダを固有空間 A の方の固有空間としますそして M ラムダを固有値ラムダの重複度としておきましょう主張は V ラムダという固有空間の次元が M ラムダ以下になると。 ですから、重複度2の固有空間は、次元は3次元になることは絶対にないわけですね。はい。で、例えばですね、P で B が P インバース AP イコールこ三角化できたと仮定しましょう。例証ということで、実際に例でこの事実を確認していきましょう。こういう多項式が一致しますから、B のうう A の方の固有値は、この B の固有値はすぐ分かるわけですね。B は固有値が1、重複度2、固有値が3、重複度1となっていますから、 A の方も全く同じとということになりますで A の固有空間 v ラムダ、b の固有空間 w ラムダの次元は等しいわけですねこれについては相似と固有空間のところで解説しましたしたがってこの B-EB、e、について固有空間の次元を確認していけばいいわけですねで B-E に関しては対角成分から1を引きますからこういうふうになりますね ここ2で、すすね。ね、まあ。ここはででなければ一緒従、ねえー、ってこれはランクは1以上です。実際はランク2なんですけれども、1以上です。で、この1以上といったのはなぜかというと、この対角成分からラムダを引くとですね、えー、ラムダと異なるところだけが0でないわけですね。今の場合はこの3のところだけが0ではないので、まあ、実際ここ2ですけれども、えー、対角成分のここだけが0ではない。 でえ、いくつ0でなくなるか、一般の場合で考えてみると、この n 項、ずらっと対角線が並んでいるうち、m ラムダ項以外は全部0でないわけですね。えつまり、ランクの b- ラムダ e は n-m ラムダ以上であるということですね。実際にはそれより大きくなることもありうるわけですけれども、必ずランクは n-m ラムダ以上であるということがわかります。ということは、 ああ v ラムダの次元はこのランクを n から引いたものですから、えー、引いてますから不等号の向き逆になって n n m ラムダつまり m ラムダ以下になるということが分かるわけです。